はいどうも、橋本チャンネルです。本日はディッカーズの試合で試合前に撮ってるんですけど、今日とあるコラボ企画ということで自分のインスタグラムの方に連絡が来まして、全国の小中高生1000人に野球道具をプレゼントしたいという方から連絡が来まして、その方がエアメンさんという方でして、インスタのこちらでプレゼント企画を行ってます。エアメンさん自体は大阪のラーメン店で働いているらしいんですけど、このコロナウイルスの影響もあってなかなかこうイベントができない中でちょっと協力をしてほしいというので、大井さんの持っている視聴者層がちょうど小中高生が多いということなので、ぜひ1000人に配るのに協力してくださいということでご連絡をいただきました。で、今日はその第1弾ということで、中学生ですかね、自分の知っている中学生のルートでまず第1弾やっていこうかなというふうに思います。もうこれから部活を頑張ってもらう、練習を頑張ってもらうというのでやっていこうかなというふうに思います。で、今回自分の方に大量の手袋が送られてきました。ちょっとそれを試合後にざっと紹介して、中学生に選んでもらおうかなという動画になります。早速いきましょう。はい、というわけで今試合が終わって、これから中学生にお渡しっていうところなんですけど、ちなみにですね、まだこの自分の元に届いたバッティング手袋を紹介できてなかったんで今から紹介します。結構えぐい量が来てます。じゃあ行きましょう。じゃあ今回ですね、2種類あるんですよね。こっちがアディダスの S サイズなんですけど、カラーが違うのがあって、これ全部 S サイズなんですよ。で、金白、青、ネイビー、白赤、白青、この辺は全部一緒ですかね。一緒で、あとさっきの黄色黒くらいかな。ちょっと数数えてみますか。31、はい、カラーは全部で1、2、3、4、5個ですね。アディダスが5個あります。31個。で、この袋なんですけど、知ってますか？いや、知らない。何これ？サイバトロンっていうメーカーなんですよ。サイバトロン、はい、これ多分日本のメーカーではない説っていうか、日本のメーカーではないですね。英語で全部書かれているんで海外のメーカーになると思います。で、これをカラーは一色かな。カラー一色で白赤。ちなみにこれから渡すチームがちょうどカラー赤なんですよ、確か。なのでちょうどいいかなと思います。まあ練習用でも試合用でも。で、M と L を送ってもらってるんで、まあ、そこはサイズを合わせてっていう感じになると思います。ちょっと1個だけちょっと見てみますか。あ、結構日本でいうとカッターズに近いかもしれないです。こうシリコンがついてて補強もされてるっていうので、ちょっとカッターズに近いような感じかなっていう感じですね。で、背面はローリングスっぽい、あの自分が使ってるローリングスっぽい素材になってます。結構ガッチリケースっていうのがありますっていうのが、このサイパトロンというメーカーですね。っていうのを今紹介できたので、今回来るのは10名ちょっとなのでお渡しをしていこうかなと思います。っていうので中学生を待ちます。はい、というわけで実際に来てもらいましたと。皆さんこんにちは。はい、この前ですね、和樹くんだけは動画出てもらったんですけど、その和樹くんのお友達ということで全員中学3年生でボーイズ、はい、ってことになってます。で、ちょっとじゃあサイズがありますので、サイズを聞いて渡すっていうのと、あと今日の一番のあれはですね、インスタグラムでこの自分と、あとエアメンさんをメンション夜してもらいたいんで、この動画が上がったら皆さんちょっとインスタで夜ありがとうございますっていうのをやってほしいかなと思います。で、こう友達とかにも持って広げてっていう感じなんで、多分まだ1000人は全然いかないと思うんですよ。じゃあちょっと、じゃあ S と M と L に並んでもらえますか。というわけで今サイズを聞きまして、 M 最初渡してるんですけど、ちなみに自分も知らなかったメーカーなんですけど、サイバトロンっていうメーカー知ってますか？知らないですよね。多分これ海外のメーカーで、ちょっとまあもしかしたらワンサイズぐらい大きいかもしれないんで、ちょっとまあはめてもらって、まあ、調整できたら調整できたらやろうと思って、じゃあ M 組最初。で、Sはめてみますか、せっかくなら。サイズ的に、まあ、ちょい緩いのはちょっと許したアメリカンだからサイズがちょっと大きいって言われる。ちょっと大きいの、大きい。いつも M でしょ。でかい。
まあ選択したら縮むかも。ああちょっと、まあ、これ結構アメリカンなんで多分自分とかがいつも M でももしかしたらちっちゃいかもしれない。はい、じゃあそしたら、今一通り一人分を当たったんで、まあ、兄弟とか友達とか後輩とかで S で大丈夫だったらっていう子は持ってきて、その子たちにちょっとあげてもらっても、はい、妹でしょ。妹って出てきていいですか？妹って出てきていいですか？いる？たぶん余談です。マジで？僕らおもろい。オッケー、大丈夫そう。大丈夫。大丈夫。はい。じゃあちょっとじゃあ緊急でカズキくんの妹。敵やってる。うん。おー、いい。じゃあ色。青、白、白金、赤、白。好きな人です。青、レイ。滑り台どうやってきた？はい、あの、はい、OK かな。じゃあみんな大丈夫？はい、OK。 というわけで受け渡し終わりましたので、これからですね、また明日から練習とかあると思うので頑張ってもらおうかなと思います。で次は小学生編ということで、また別のところに行こうと思うんで、一旦中学生はこれで終わりという感じになります。というので皆さんありがとうございました。ありがとうございました。タイミングは、それでは今日のお知らせの上です。はい、それでは今日の初めのロープチャーです。おー、いいでしょ。そして今月のプレゼント企画がこちら、 GS スパイクのセミオーダー権利になります。5月に新色が発表されますので、そちらも加えてオーダーをできるような形になっております。大井とゴリスポが愛用している GS スパイク、ぜひ皆さんも履いてみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。そして自分らが監修する GS グローブ、スパイク、そしてウェアも販売しております。このキャラメルシリーズは3月下旬に販売開始されますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。 GS グローブ、スパイクを使って週末の野球、部活を楽しんでください。動画の概要欄のリンクから購入することができます。ぜひよろしくお願いします。イウリュッション。